界の皆さん、はじめまして。私は日本の田舎に住む老人です。誰も私のことは知らないでしょう。しかし私の心の中には武士道精神があります。私の心の中には大和魂があります。悲しいことに今の日本人で武士道や大和魂を持っている人は少なくなりました。大学を卒業した知識人やその大学の教授は大和魂と武士道を捨てました。彼らは西洋の考え方に染まってしまいました。それは悲しいことでありますが、それを今嘆いても仕方がないでしょう。せめて私ができることは、この日本の精神、武士道と大和魂を世界に発信することです。それにはいろいろな方法があると思います。今回私が選んだのは、世界の人々が知っている世界の名画を武士道精神で解析すればどうなるかを発信することです。もし皆さんが剣術や武術の内容を期待していたのなら、私は今ここで見るのをやめてほしいです。しかし最後まで見れば、日本の精神がいかに優れているかが分かってもらえると思います。もし共感していただけるならば、ぜひ日本に向け称賛の声を上げてほしい。私の願いは、この弱体した日本を強くすることです。世界で唯一数千年の歴史を誇る我が日本を復活させたい。それは封建制度や軍国主義の復活を意味しているのではないです。武士道精神と大和魂こそ世界が今必要だと思うからです。それには世界の称賛の声が必要なのです。なぜかといえば、日本の西洋思想に染まった知識人、文化人は逆輸入が好きですから。皆さんの声が彼らの目を覚まさせると信じるからです。さて、今回私が最初に取り上げるのは、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた最後の晩餐です。この絵に対して今更説明する必要がないでしょう。世界の方々は皆この絵を知っています。私はこの絵について何も知らないと言っても間違いではないでしょう。キリスト教徒ではないし、過去の歴史についてもあまりよく知りません。美術史については全くの素人です。ではこれを私の持っている大和魂と武士道精神で解析するとどうなるか説明したいと思います。まず無心になることが基本です。すべての知識を捨て、ありのままを見ることが肝心です。心の目を開きましょう。何時間も見続けていると不思議なところが見えてきます。一つはペトロの右手です。正確に言うとナイフを持つ右手です。彼のあの手首は不自然です。あのようには手首は曲がりません。私は即座に見抜くことができますが、理由付けを好む西洋の論理的思考は説明を必要とするでしょう。ではどのように説明すればあなたは納得するでしょうか。方法は2つあります。1つは自分でやってみることです。このようなナイフの持ち方を自分でやってみればすぐ理解できます。もっと客観的に見たいならば、あなたの友人か恋人にこのポーズと同じ格好をしてもらうと良いです。本来逆さ手でナイフを持つときは、日本の忍者くの市が持つ剣の構えが使われます。武術的な観点からすれば、そのようなときは他の力を借ります。他の力といっても、それは高名な大学教授の意見ではないです。高名な美術史家の意見でもないです。それは一番間違う原因です。ましてダン・ブラウンでもありません。おっと、これは冗談です。他の力とは、当事者の私が立ち向かおうとしている最後の晩餐を描いたレオナルド・ダ・ヴィンチです。他の力とは、他ならぬレオナルド・ダ・ヴィンチその人なのです。ではどのようにレオナルド・ダ・ヴィンチの力を用いるのか説明しましょう。答えは簡単です。この逆さ手を探すのです。そう、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた逆さ手を探し出せばよいのです。
ここで私はあなたに提案します。ここに一枚の絵があります。ルーベンスがレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた壁画を模写したと言われるアンギアーリの戦いです。この絵をよく見てください。ここでも重要なのは、心の目で見ることです。ありのままに見ることが重要です。そうです。あなたはルーベンスが模写したことも忘れるべきなのです。さらに言うならば、アンギアーリの戦いという題名さえも忘れなければなりません。ここで私は言っておきたいことがあります。この絵はルーベンスの模写ではない、という事実です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの真筆であります。この証明はこの動画を最後まで見ればお分かりいただけます。話を戻しましょう。ここで重要なのは、逆さ手、であります。画面の中の闘士が持つ槍の絵こそが重要なのです。正確に言えばその闘士の持ち方です。これ以上の逆さ手はないでしょう。レオナルド・ダ・ヴィンチはこれに気づかせるためにこの絵を描いたと言っても言い過ぎではないでしょう。さてこの絵をどのように使うかが重要です。まずはこの絵を反転させてみましょう。ペトロの腕と合うように立ててみましょう。手始めにこの部分を切り抜いてみようではありませんか？これが切り抜いた腕です。レオナルド・ダ・ヴィンチは反転マニアだから許してくれるでしょう。次に、この切り抜いた闘士の腕をレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のペトロの腕に合わせてみましょう。あなたはどう思いますか？この角度が限界なのです。わかっていただけますか？では、なぜレオナルド・ダ・ヴィンチほどの優れた画家が、このような初歩的な間違いをしたのでしょうか。彼は人体の構造を隅々まで知っています。当然、人体の骨格、関節を知り尽くしています。このデッサンを見れば分かっていただけるでしょう。もう一度、あなたは真眼で見る必要があります。私は答えを知っています。この絵は、ある意味間違ってはいません。それでは答えをお話ししましょう。正解はこうです。ペトロは誰かの手を掴んでいるのです。実際やってみましょう。理解してもらえましたでしょうか？ユダの後ろにもう一人いるのです。それでは、一旦ユダに移動してもらいましょう。これは私の想像した絵です。ペトロが左腕でその人物を後ろから羽交い締めにしているのです。一目瞭然でしょう。ということはヨハネに耳打ちしているとされるペトロの左腕は、ペトロのものではない。この人物の左腕なのです。ここに興味深い絵があります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、聖セバスティアヌスの殉教、です。私はこのポーズが気になりました。特に左腕です。試しにユダの背後に入れ込んでみました。どうでしょうか？さて、それでは、ユダの後ろの人物は一体誰なのでしょうか？その前に最後の晩餐はキリストと12人の使徒で合計13人のはずです。私の見方ですとキリストと13人の使徒ということになります。14人です。考察はキリスト教圏の皆様にお願いした方が良いかもしれません。少なくともレオナルド・ダ・ヴィンチは、そのような意図を持って書いたことは間違いないと思うのです。少し私にも考察を許していただけるならば、このユダの後ろに隠れていた人物は、かなり起こりやすい性格のようですね。気性が激しいです。もしかしたら、雷の子の異名を持つヨハネなのかもしれません。では、今までヨハネと思われているヨハネは一体誰なのでしょうか？心の目を用いなくても普通に見てこの人物は女性に見えます。少なくても、気性の激しいヨハネには見えないですね。
私の見解をあなたはどう思うでしょうか。意見の分かれる部分であることは承知しています。名もなき田舎の老人が力説したところで誰も信用などしませんね。ではこれもレオナルド・ダ・ヴィンチに証明してもらおうではありませんか。ここで私がヒントを得たエピソードをあなたにお話ししたいのです。ある時、私はアンギアーリの戦いを反転させ、そのままの状態で、おおよその位置でペトロの腕を合わせてみました。その時の再現をしてみましょう。それでは見てください。私は実に不思議に思う部分がありました。ペトロの腕を当主の腕とおおよそ同じ大きさに合わせると、最後の晩餐のキリストの背後の壁の幅とアンギアーリの戦いの横幅がほぼ同じ幅になることを発見しました。もしそうだとしたら、このように考えられないでしょうか。はじめに背後の壁の幅にアンギアーリの戦いの横幅を合わせ、そして左下にスライドさせれば良いと考えたのです。これは何を意味するのでしょうか。私は縮尺比率を表しているのだと思いました。私が今行っていることはレオナルド・ダ・ヴィンチの頭の中で行われていたことと同じことだと思うのです。もしこの意見に賛同してもらえるならば、ルーベンスが模写したと言われるアンギアーリの戦いとレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた最後の晩餐の壁画の寸法比率についての詳細な確認をしてみるべきだと私は思うのです。話を戻しましょう。さて、壁に合わせたアンギアーリの戦いをペテロの腕に合わせた場合、不思議なことをさらに発見しました。ペテロの目と闘士の鎧の装飾の動物の目がぴったりと重なるではありませんか。これは偶然でしょうか。実際に赤いマークをペテロの目と闘士の鎧の装飾された動物の目に赤いポイントをつけて合わせる実際の作業を再現してみました。ご覧ください。
あなたはどう思うでしょうか。私はレオナルド・ダ・ヴィンチの位置を決める指示ではないかと確信するのです。まず背後の壁にアンギアーリの戦いを合わせ、そしてペテロの目と闘志の鎧の羊の目を合わせます。そうすると不思議な絵が現れるのです。鎖で口を塞がれたようなペトロの不思議な絵です。もちろんあなたは偶然だと言うでしょう。私もそれは理解します。しかし、この縮尺とペテロの目と闘志の鎧の目で合わせた場合、偶然とは言えない他の部分の一致が発見されるのです。アンデレの左腕の手の親指に境界線が完璧に合います。これも偶然と言えるのでしょうか。さらに私はもう一つ決定的な位置合わせを発見しました。それは右側のダイヤコブの大きく広げた右腕です。なんとそのダイヤコブの手の指とアンギアーリの戦いに書かれている馬の蹄が合うのです。これも再現してみましょう。あなたもきっと驚くに違いないと思うのです。いかがですか。驚くべき3箇所の位置を合わせるための指示があったわけです。これでもあなたは偶然と言いますか。私は確信します。レオナルド・ダ・ヴィンチの指示なのです。500年隠され続けられていたレオナルド・ダ・ヴィンチの指示なのです。このアンギアーリの戦いはルーベンスがレオナルド・ダ・ヴィンチの壁画を模写したことになっています。しかもレオナルド・ダ・ヴィンチの壁画を版画にしたものを見て描いたことになっているのです。今までの検証結果であなたはそれを信じられますか？しかもルーベンスが模写した版画はこの版画だそうです。これは驚きです。信じられません。嘘に決まっています。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とアンギアーリの戦いの正確な比率を計算できるのはレオナルド・ダ・ヴィンチ本人以外には考えられません。レオナルド・ダ・ヴィンチは最後の晩餐の正確な設計図を持っていたはずです。その設計図から計算し、アンギアーリの戦いを描いたのです。そうです。このアンギアーリの戦いはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたものと断定して良いと私は思います。美術史の偉い学者は目が見えないようです。500年解明されていなかった大発見だと私は思うのですが、誰も驚かないでしょう。それは絵画などに無関心だからです。本当は興味がないのです。芸術は上品に自分を飾りつけるおもちゃになってしまったのです。それでも私は一向に構わないです。
一旦ここまでをまとめておきましょう。1、ユダの後ろにヨハネがいた。2、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐には13人の使徒とキリスト、計14人が書かれている。3、ルーベンスが模写したと言われていたアンギアーリの戦いはレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたものである。4、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の謎を解くには触媒が必要である。その触媒はアンギアーリの戦いである。触媒は鍵と置き換えても良いでしょう。さて、再開することにしましょう。それでは500年間ヨハネと言われ続けた人物は一体誰なのでしょうか。私の個人的な感想は、この人物は女性に見えるということだけです。ではレオナルド・ダ・ヴィンチに再度、この人物が女性なのか、男性なのか、を証明をしてもらおうではありませんか。実は、その証明方法は実にショッキングでありました。そして直接的表現そのものでした。しかも、実に巧妙に仕組まれていたのです。あなたはショックのあまり倒れるかもしれないです。まさに私がそうであったように。さて、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とアンギアーリの戦いが3箇所のポイントで合うことが証明されました。その合成された絵をよく見てみると、先に述べたペトロの鎖に絡まれた顔の他に、不思議な画像が確認されます。詳細は後で紹介いたしますが、その一つはキリストの顔が丸く囲まれます。ここでは話が逸れてしまうので、ヨハネに話を戻します。ヨハネの上には闘士の衣服が重なります。しかし闘士の衣服という固定観念、先入観念を捨てて見てみましょう。あなたはどのように見えますか？私はここで正直に勇気を持って感想を言わねばならないでしょう。それはまさしく女性の性器そのものなのです。あまりに克明に書かれているのでかえってわからなかったのです。私がそれを発見した時の驚きをどう表現していいのかわかりません。考えてみれば、レオナルド・ダ・ヴィンチは人体を解剖し人体の隅々まで知り尽くしています。今でも医学の人体解剖スケッチの模範とされているレオナルド・ダ・ヴィンチの人体スケッチが存在するほどなのですから。私はその部分を強調するためにアンギアーリの戦いに色を加えたわけですが、その時の私の興奮をあなたは理解できるでしょうか。人類史上最高の画家と言われるレオナルド・ダ・ヴィンチと共同作業をしたような気分になって私は高揚感に満たされたのです。話を戻しましょう。冷静に考えて、これは何を意味するのでしょうか。ヨハネと言われているこの人物の上に女性器が重なります。これ以上の直接的証明があるでしょうか。レオナルド・ダ・ヴィンチのあまりにも直接な証明の仕方なのです。この人物は女性なのです。レオナルド・ダ・ヴィンチはこの人物は女性を描いたのだと言っているのです。誰も反論できないでしょう。さて、ここでレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とアンギアーリの戦いを重ね合わせ浮かび上がってくる興味深い画像を紹介しましょう。細かく見れば多数存在しますが、ここでは大まかに数点紹介するにとどめます。
私はあえてその画像について考察はなるべく控えたいのです。それこそはキリスト教圏内西洋の皆さんの役目ではないだろうかと私は思います。私は日本の精神武士道でこの絵の謎を解明するお手伝いをしただけです。500年間閉ざされた重い扉の鍵を外し開けるまでが私の役目だと思うのです。西洋の部屋の中に入るのは私の望みではないですから。キリストの顔が丸く囲まれます。それを中心に左から見ていきましょう。アンギアーリの戦いという設定は忘れることです。題名も今となっては全く意味がないです。フェイスガードを跳ね上げて槍を刺している兵士がいます。よく見るとこのフェイスガードは変ですね。人間の顔そのものです。普通はそれをかぶる兵士とは違って勇ましい表情のフェイスガードを装着するはずではありませんか。人間の二面性を表しているのでしょうか。キリスト教の初期のローマのキリスト教に対する迫害と受け入れの状況はあなたたちの方が知っているでしょう。この槍が貫いているのはペテロとユダです。ペテロは鎖で口を塞がれているようです。レオナルド・ダ・ヴィンチは何を言いたいのかあなたたちなら当然理解できるでしょう。そしてこの槍を渾身の力で抜こうとしている闘士と剣を振りかざしフェイスガードを跳ね上げた敵の兵士を切りつけようとしている闘士が現れます。ペトロとユダを救済しているのです。汚名を晴らそうとしているのでしょうか。レオナルド・ダ・ヴィンチはユダとペトロの汚名を晴らそうと表現しているのかもしれません。レオナルド・ダ・ヴィンチは何を言いたいのかあなたならわかるでしょう。そして若い兵士が盾を持ち、キリストを守っています。何の脅威からキリストを守っているのでしょうか。若い男性が敵の兵士に槍を刺され、血を流し倒れています。しかし、注意深く観察すれば槍が刺さっているのは敵の兵士であることがわかります。若者は死んではいないのです。これは何を意味するのでしょうか。キリストの復活を意味しているように感じます。あなたはどのように感じるでしょうか。いかがだったでしょうか。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とアンギアーリの戦いは完全にコラボレーションしています。レオナルド・ダ・ヴィンチはアンギアーリの戦いの場面を描いたのではありません。最後の晩餐と重ね合わせることでレオナルド・ダ・ヴィンチの意思と考えを込めているのです。最後の晩餐とアンギアーリの戦いを重ねなければこの意味は解明できない仕組みになっているのです。実に卓越した演出です。500年謎が解けなかったのも無理はないと思います。西洋の皆さんとキリスト教圏の皆さん、改めてこの解明された方法で皆さんも考えてほしいのです。各個人がそれぞれの答えを導き出せたら私はそれだけで幸せです。この歴史的発見をみんなで共有して各自自分なりに考察をしてほしいのです。私の動画はこれで終わりにしようと思いましたが、武士道精神に武士の情けという観念、言葉があります。あのヨハネと思われた人物が女性ということは揺るぎない事実でありましたが、あまりにもレオナルド・ダ・ヴィンチが直接的な表現をしているので、彼女があまりにもかわいそうです。私は何とかしてあげなければと考えました。しかし、心配は無用でした。レオナルド・ダ・ヴィンチは優しい人間だったのです。
その解決方法を紹介いたしましょう。まずはこの人物を切り取ります。そしてキリストの横に移動させます。向かって右に移動させるのです。このイメージはネット上で時々見かけたことがあります。しかしそれは画像を作った本人のイメージであって、レオナルド・ダ・ヴィンチの意思、指示ではありません。私が発見した方法はレオナルド・ダ・ヴィンチの明確な指示に基づいて移動させているのです。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐とアンギアーリの戦いの解明方法を応用すればいいだけなのです。答えは簡単です。大ヤコブの右手にこの女性の肩を合わせれば良いだけなのです。そうすると不思議なことが起こります。大ヤコブの右腕は消え、トマスの意味不明な点を突き刺す右腕が大ヤコブの右腕に入れ替わるのです。素晴らしいレオナルド・ダ・ヴィンチの演出効果ですね。大ヤコブがこの女性を見て、この女性があなたにとって一番大切な人なのですか、という意味になります。どうでしょうか。驚きましたでしょうか。この女性は一体誰なのでしょうか。あなたは当然知っていますよね。私は知らないですけれど、最後まで見ていただいて本当に感謝いたします。私自身の考察を展開すれば、さらに倍以上の時間を要する動画になってしまうでしょう。しかし私は皆さんに考察はお任せしたいのです。私は武士道精神と侍の精神で素直にレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の謎を解明しただけです。有頂天になって自分の考察を繰り広げるのは武士道精神に反します。世界が平和であり続けることを願います。日本の田舎で静かに生活する名もなきじいさんの願いです。ではさようなら、また会いましょう。